こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、では今日はですね、モテる男性の香水を教えますというお話をさせていただきたいと思います。で、香水コーナーめちゃめちゃ人気あるんですけど、本当にね、年齢を重ねると加齢臭とかね、結構加齢臭気になりだしましたとか、どうしたらいいですかとかっていうご質問も多かったりするんですね。で、この匂いなんとかしたいとか、モテるのにね、モテる匂いに変えたいって思っている男性はすごくたくさんいらっしゃると思います。で、女性っていうのはやっぱり匂いってすごく大切なんですね。もう遺伝子レベルで匂いがこう合わないとかだと嫌われちゃったりとかあるんですよね。で、本当に、匂いっていうのは大事だけど、じゃあどうやって匂い変えたらいいのかとかね、実際どういう匂いが女性に好まれるのかわからないっていう人ってすごく多かったりするんですよ。というのもやはり例えば女性が近寄らないでとか、やめて触らないでとかって喧嘩するとね、いうイメージつくと思うんですけど、それも匂いを遠ざけてるっていう意味だらしいんですよ、どうやらね、動物的に。なので、その、匂いっていうものを大事にしてほしいんですけど、女性がすごい大切にしてるから男性は気にしてほしいんですね。なんだけど気をつけてほしいのが、選ぶ香りを間違ってたり量を間違ったりとかすると、せっかくこう匂いを良くしようと思っているのに相手に嫌われてしまうということがあるんですよ。せっかく頑張ってね、お金かけて香水買ったのに女性から嫌われちゃったりとかしたらすごくもったいないじゃないですか。なので今日はそのね、女性にモテるフェロモンが出る香水ですね、これを5つお話をね、おすすめさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、ではモテる香水ですね。これ私何の、メリットもなく普通に自分が好きでこういろいろ研究した結果、これちょっと違うな、でお話をさせていただきたいと思います。で、私すごい香りが好きで、いろんなねところの香水を買ったりして、いろいろ香りをね、つけたりして女性受けが良かったりしたものをご紹介させていただきたいと思いますので、信憑性があると思っていただければと思います。じゃじゃん、まず5位。これはですね、ジョーマローンロンドン見えるかなっていうところの、ライムバジル&マンダリンっていう香りです。これね、私ね、すごい、なんていうのかな。すごい、ちょっと濃いめなんですけど、濃いけど爽やかみたいな香りなんですね。あ、いい香り。なんですよ。で、自分でつけてもすごくね、心地のいい香りだったりするので、男性がつけてもいいと思います。で、これはちょっとね、濃い香りなので、たくさんつけないでください。ワンプッシュぐらいで大丈夫。ワンプッシュしても、ここがいいですね。手首とかが結構ね、フェロモンが出て、自分の香りと混ざるって言われてるんですけど、ワンプッシュかけて、ここね、つけて、首の後ろにつける。もうこれだけで十分です。で、濃い香りのをたくさんプッシュしてつけてしまうと、もう濃すぎて臭いになっちゃうんですよ。なので、もうワンプッシュぐらいで全然 OK ですので、ジョーマローンの、ライムバジル&マンダリン。これは本当にワンプッシュで大丈夫なので、つけ方間違えないようにしてください。はい、そして4位。4位はですね、じゃじゃん。これも結構使い込んでますけどね。これをね、定番、ブルガリのプールオムっていう香水ですね。これはほんと昔からね、すごい好きで、オムなんですけど私大好きで、つけてるんですけど、これもちょっと濃い香り、濃い香りなので、これもワンプッシュで大丈夫です。ワンプッシュ手首にかけて、くるくるして耳の後ろにつける。で、これはね、香りの持ちもすごくいいので、1日1回ぐらいでいいんじゃないかなって思います。デートする前にお家でつけてって、まあ、その日のね、香りがずっと持続するような感じになりますので、そんなにたくさんつけない、頻繁につけない。ジョーマローンは午後に1回ぐらいつけ直してもいいかなって感じなんですけど、こ
これはね、1回でいいと思います。結構濃いです。で、これを3プッシュもしてやったら本当に濃くて臭いになっちゃうので、気をつけてください。はい。では、そしてじゃじゃん。4位は、ルイ・ヴィトンのスラールートっていうね。結構、ルイ・ヴィトンだから、これね、正直言うと高いです。高いんだけど、めっちゃいい香りです。これはなんて言えばいいのかな。私、これ実際に、なんかつけてる方にすごいいい香りがするんで、香り聞いたんですよね。何の香水つけてるんですかって聞いて、で、このルイ・ヴィトンのスラールートだよっていうのを聞いて、わざわざ買いました。もう香りマニアとしてはもう本当にもうセクシーな香りがするんですよね。なんて言えばいいな、なんか爽やかなんだけれどもセクシーな香りっていう感じ。ただこれすごい高いので3万近くする、3万ぐらいだったっけかな、結構高いんですよ。ただルイ・ヴィトンの香水ってすごく持ちが良かったり、一回朝つけただけで全然大丈夫ですし、ちょっとずつね香りが、まあ、人のね香りって体臭ってあるので、それと変化なんていうの、化学反応を起こして、なんかその人なりのいい匂いになっていったりするみたいななんですね。なのでこのスラールートも、もしねこう何個も持っている中の一つのアイテムでここぞっていう時はちょっと、つけてみてもいいんじゃないかなと思います。ただまあまあ高いので、ちょっと余裕がある時とか、なんか自分へのご褒美とかそういう時に買ってみるといいんじゃないかなと思います。はい。そして2つ目はですね、じゃじゃん、トム・フォードの、これね、ネロリってやつですね。ネロリ。ちょっとネロリです。ネロリ、このブルーのやつ。で、トム・フォードもね、ちょっと高かった気がするな。いくらだったか忘れちゃったんですけど、ただ私、ネロリという香りがめちゃめちゃ大好きで、ネロリフリークなんですけど、これも、いい香り。すごく爽やかなんだけど、ちょっと濃いめ。で、オムはちょっと濃いめ。オムっていうのは男性用ね。濃いめが多いんじゃないかなって思います。だから、このネロリも、ワンプッシュでいいかなって思います。朝つけて、そのまま、持続する感じ。で、すごくね、甘いんだけどさっぱりした感じの香り。で、ネロリって基本的に柑橘系の香りだったりとかするんですよね。だから女性も好むような香りになってますので、このネロリも、すごくおすすめです。ただネロリとこのトム・フォードと、ルイ・ヴィトンはちょっとお高めなので、まあ。お財布と相談しながらやるといいんじゃないかなと思います。じゃじゃん。そして最後1位ですね。これがね、まず香水初心者にはめちゃめちゃおすすめ。何かというと、エリザベス・アーデンのグリーンティーです。エリザベス・アーデンのグリーンティー。これめっちゃおすすめです。私前にもね、紹介したことあって、これすごい安いし、いくらぐらいだっけな。多分2000円ぐらいで買えるんじゃないかな。これちょっとちっちゃいやつなんですけど、大きいのでも結構2000、3000ぐらいで多分買えます。で、これはですね、グリーンティーの爽やかな香りがするんですけど、薄いです。安いだけに香りがすぐ飛んでしまうので、好みにつけて全然大丈夫だと思います。これもすごい昔からね、私すごい好きで、友達に紹介してもらって買い始めたんですけど、もうなんかね、罪悪感ないんですよね。安いからバシャバシャつけられるし、いい香りだから何回もつけたくなる。で、これを買いましたっていう人すごいね、メッセージいただいたりとかしてるんですけど、ほんとみんなね、好評なんですよ、これ。なので、これが一番こう、初心者にはおすすめです。で、他買ったことない、もうアーデン、エリザベスアーデン持ってるよっていう方だったりする場合は、他も付けたく、加えてもいいと思います。で、次に値段的には多分ね、プールオムが次に安いかな。で、その次に、ジョー・マローンで、トム・フォードのヴィトンみたいな感じの価格帯になると思いますので、まあ、自分のね、お財布と相談しながら、香りほんと大事だし、なかなか香水ってなくならないんで、まあ、コスパで言えば、その時ね、1回目はちょっと高いなって思っても、意外と長持ちしたりとかしますので、ぜひね、その香りも、自分の、生活に取り入れていただいて、そして香りで女性を魅了するっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい。本当ね、これ私の
趣味みたいなものなので、ぜひね、私の知識がお役に立てたら嬉しいです。はい、ではですね、また質問します。これも想像しながら、ニヤニヤしながらコメント欄書いていただきたいんですけど、もしあなたが結婚をして大好きな奥さんができたら、どんな家に住みたいですか？こんな奥さんとこんな家住みたいなっていうのを想像しながら、ニヤニヤしながらコメント欄にぜひね、アウトプットしてみてください。私も皆さんのコメント見てニヤニヤしようと思います。はい、ではですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンクラブハウスのお友達を募集してます。たまにライブ配信やって質問答えてますので、LINE で質問いただければ嬉しいです。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。